皆さんこんにちは、神崎亮です。今日はどんな企画ですか？今日はエロくない言葉エロく言ってみたいっていう願望です。願望じゃないですか？言ってほしいっていう願望です。いや、多分皆さんが聞きたいんじゃないかなと。エロくない言葉でエロくって難しくないですか？これで神崎亮の進化が問われるんじゃないかと。めちゃくちゃハードル上げてきましたね。頑張ります。今回の企画の説明なんですが、私が亮さんに LINE で、エロくない言葉を送ります。はい、それを見たりょうさんがその言葉をエロく言うんですけれども、10個の言葉を送ります。言ってる最中に1回でも笑ったら最後に赤番になるようなエロい言葉を言ってもらいます。あ、なるほど。赤番されるかされないかっていうね、このドキドキを感じながらやってもらおうかなと。10個連続で言うってことですか？あ、連続じゃないです。その度に送って1個クリアしたら、はい、あ、じゃあ 10回クリアするまで。そうですね、終わらないっていう感じ。その途中で笑っちゃったら、はい、にやりでもしたらもうアウトです。はい、で本当にエロい言葉を言って赤番になります。絶対赤番になるじゃないですか。笑わなければ大丈夫。絶対笑っちゃうかないように気をつけて、笑っちゃうと思うんですけど、笑わないように頑張ります。じゃあ送りますね。はい、いきます。いや、笑ってないです。笑ってないです。この言葉の意味がそもそもあんまりよくわかんないなと思ったんですけど、ちょっと言ってもらっていいですか？校内写生大会。エロく言ってます。エロく言いますね。なるほど。エロく校内写生大会。なんかちょっとおねえっぽくなっちゃいます。ちょっと今笑っちゃったんですけど、もうこれじゃあテスト。これ練習で、じゃあちょっと次の、はい、もうちょっとエロくないやつでいきます。はい、マンゴージュース。セーフですね。これ笑ってないですよ。うん、これセーフでしたね。じゃあ2個目いきます。ぶっかけうどん。あれ、笑ってません？笑ってないです。笑ってないですか？はい、ここ笑ってます。なんかちょっと似合って。いや、もともと笑顔が結構あるんで。次いきます。これちょっと何て読むか分かんないですね。青汁飛んでるじゃなくてですか？青函です。あー、なるほど。あ、じゃあこれ飛ばして次いきますね。ちょっと患者のできなさを露呈してしまいましたけど、これ1,2,3個目か。逆にこれなんかエロく言うって難しくないですか？バックアタック。もう一回言ってもらっていいですか？バックアタック。これはもう海外の人にも。あー、海外向けなんですね。バックアタック。はい、バックアタック。エロくない言葉ですからね、全然。はい、これはあの撮影者が大好きなあれじゃないですか？めっちゃ笑ってますけど。え、笑ってないですか？え、笑ってます。僕笑ってますよ。顔笑ってます。めちゃくちゃ笑ってますよ。フェラーレ。え、もう一回いいですか？フェラーレ。カメラ持ってる人とも笑っちゃってるんで釣られちゃうんですよね、逆に。ここでちょうど折り返し地点ですね。ここまだ折り返しです。結構きついですか？まあまあ、そうですね。全然エロくない言葉がちょっとなんか裏ある系が多いですもんね、これ。ないです、ないです。一切ない。いきます。大人のピアノ教室。これセーフですね。はい、これセーフですね。これちゃんとエロくない言葉ですね。うんうん、ちょっとどういう意図があるのか僕には理解ができませんけど。はい、次。あ、これ読めますよ。読めます。よかったです。これエロくっていうか面白系じゃないですか。もう誤解調。いいですね。これちょっとカメラマンの趣味入ってますね。いや、全然入ってないです。次いきます。ただいまからの中学。大丈夫ですか？大丈夫です。ダクダクになってませんか？全然。あ、皆さんなってる。つゆちょっと漏れちゃってません？危ないですね。はい、中立ち。エロくないやつですよね。はい、中立ちって別に中立ちですからね。うん、うん、中立ち、はい、全然エロくない。はい、エロくない。はい、人と人との間に入って中を取り持つことです。そうですね。中立ちってちょっとあんまりあれですけどね、中が折れしてたってことですか？途中までというか中がちょっと折れてたっていう話ですよね。2人の中が折れてたみたいな。ああ、それを仲介した。それをうまくこう集中して仲介して仲立ちしたみたいな。
途中からそういう感じで、はい、いきます、はい、ドビッシー。あー、これなんか音楽のあれですか、音楽家のあれですよね。そうです、はい、もう一回言ってもらっていいですか。ドビッシ ー、あ、いいですね。これもう最後ですね、いきますよ、はい、笑わないでくださいね、はい、はい、とりあえず生で、ちょエロくないですね。今のはもう店員さんに頼んでる感じですね。でも僕生ビール飲めないですよ。あ、生ビール飲めないんで、とりあえず生で、生で。でも生好きっすよね。私も飲めないんですよ。あー、やっぱ生飲めないですよね。でもみんな女の子は生ビール好きな行為ですね。あー、うん、そうっすよね。僕も生だけ無理で、うん、そうっすね。ちゃんとしてほしいかなってともありますね。ちゃんとしてほしい。はい。ん？生は無理、ちゃんとしてほしい。どういうことですか？まあ、ちゃんとカクテルとかさ、そういうなんか、まあ、シェーカー振ってほしいみたいな。そうですね。ジンジャーハイボールとか。うんうんうん、みんなが生飲むときはジンジャーハイボールですね。みんなが生飲むときはジンジャーハイボール。生ジンジャーでもいいんですけど。生ジンジャー。生生姜みたいな。ああ。はい。美味しそう。そうですね。生中立ちみたいな。ん？え？え？え？ママ。っていう企画でした。っていう企画でした、はい、皆さんどうでしたか。楽しかったですか。楽しかったと思います。でもこれちょっと一つ言いたいことがあって、はい、笑ってましたよね。いや、笑ってました。僕の中では全然笑ってるつもりはなかったです。一回じゃあ止めるんで見てもらっていいですか。見ましたよね。はい、見ました。アウトですよね。まあもう口こうなってもうにやけちゃったんで、基本これはアウトかなって思います。好きなんですね、そういう言葉が。 YouTube 赤番になる言葉でしたっけ。そうです。僕赤番2回目なんですよ。もうインスタも赤番になってるんで1回。やばいです、ね、YouTube も赤番になったらもうこれもうちょっと、まあ、赤番の言葉何がいいんですかね。結構過激な言葉で、まあ、あ、バンされちゃいましょう。あ、ここができたら、まあまあまあ、何を言ってほしいんですか。やっぱり視聴者が喜ぶ言葉です。あ、僕が決めるんですか今それを。そうです、ね、結構強めの方がいいかもしれないですね。日本の方が多いので。なるほど、うん、そういうね。はい、わかりました。じゃあ言ってもらっていいですか。おめえのアナル汁ついたらバナナお前に口に突っ込むぞ。とこの動画がいいなって思った人はチャンネル登録とあのグッドボタンの方お願いします。でこんな企画してほしいなみたいなあったら、まあ、コメント欄で言ってくれればちょっとそれやりたいなって思うんでよろしくお願いします。じゃあバイバイ。